サウジアラビアの国王が来日して、日本と、まあ、エネルギー分野以外でも経済協力を進めていこうということで合意しました。まあ、サウジとのですね、経済協力、日本にとってどのような可能性、潜在性があるのかということでですね、来年にもサウジアラムコの上場があるのではと見込まれていて、時価総額日本円で200兆円と史上最大規模なんですが、まあ、東京市場への誘致ということで証券取引所を始めてですね、まあ、いろんな活動を始めてるんですけれども、まあ、これによってまあ日本の市場取引市場もですね、どういう方向性、まあ、どういう可能性があるのかと取引所も思います。はい、まあ、サウジアラビアとは日本は、基本的にはやっぱり最初はやはり原油が欲しいっていうところからの関係がずっとこう続いてきたわけですけど、これは私も石油化学も一応やってる、そういう企業から来てるんで、そのやっぱりアラブの石油っていうのをこう中心に、いろいろな関係、これは今までもそのかなり原油をもらう、でサウジアラビアにいろいろな石油精製なり石油化学なりそういう関連事業を立ち上げるという形で、主に財閥系中心に、もう1950年60年代からこう関係を築いてきて、まあ、非常にもともといい関係なんですが、特にアラブ・イスラエル、まあ、どちらかというとそういう一種の戦いの中で、まあ、イスラエルとの関係を犠牲にしてまで原油を中心にやってきたと。で今だいぶそういう意味でイランを介してサウジとイスラエルの関係はすごく良くなっている。でやっぱり大きな違いっていうのはその、まあ、原油そのものがいずれは枯渇するだろうと。この埋蔵年数っていうのはなかなかエスティメートするの難しいですけど、サウジアラビアの国王以下大きなやっぱり問題意識っていうのはそのアメリカにシェールオイルが見つかった、シェールガスが見つかった、まあ、そういう中で、まあ、相当プライスをこう抑えつけるっていうファクターが出てきて60ドルか、まあ、そこらになるとシェールオイルで十分コストフィジブルな状態になるだろうっていうのと含めて、まあ、OPEC で、基本的には減産に同意するっていうようなそういう状況の中にいずれにしましてもサウジアラビアの問題意識っていうのはやっぱり若い人たちにそのただの原油の収入で生きていくっていうよりは新しい産業なり教育をしっかりして次の国づくり、まあ、まさに30年2030年に目指した新しい計画っていうのがやはり今回日本とか他のアジアの諸国から特にいろいろな技術の援助っていうこの辺りを非常に前に打ち出してきて、その中でもやはり日本が長い付き合いですし最もその、まあ、自然エネルギーっていうか太陽光最もさんさんと出る太陽を持ってるわけで、そういう意味での石油なかりせばっていうか石油でもう収入がなくなったそういう段階を想定していろんなテクノロジーをあるいは新しい教育を準備しようということで、日本にとってもその、単に自然エネルギーだけではなくてあるいは資源の関係ではなくていろんな技術これを共同で開発するっていう意味では大いなる意味があると思いますし、ましてや清田さんのところのまあ、証券取引所に、そういった形で、上場してくれるというのはこれはまた新しい東京証券取引所というか東京の新しい刺激になるんではないかということで大歓迎をしているところでございます。政府から例えばその繁忙期の上限を100時間未満としてほしいとして
定するなんですね。政府というか官邸の自分介入が強まっているようにも感じるんですけども、そしてまあ、労使の関係と今特定労使との、まあ、そういうこのあたりどんなふうにご覧になっていますか。これまあ、一つにはその好循環という形で設備投資を促しつつ、あるいは給料あるいはベースアップをやはり長期的に続けてくれという言い方とか、まあ、労働時間の今回の100時間未満とかね、基本的には当事者で、しっかり今まではやってきたのかやらなかったのかは別として、当事者でやるべき事象に対してやっぱり政府がこう入ることによって、ある意味ではそのドラマタイズするっていうか、ドラマを作るのが安倍政権うまいですから。ただ僕はやっぱり経営者として反省すべきは、こういう自分の当事者でやるべきことは当事者でやるっていうのが基本の筋であるってことを忘れてはいけないと、こう思います。今のその残業の上限規制の話ですけども、まあ経済界はまあ100、まあ、経済面はですね100時間バレたという、まあ、要望をしていたのに対して、まあ、連合の主張する、まあ、100時間未満と。その点については同じ経済界どういう会議をしたときに、どれぐらいご自身でいらっしゃるか。同友会としては前回出したあの意見書にまあ集約されてるんですが、まあ、決まったその未満か以下かって、ですから 99.999 時間なのか100時間かっていう、こういうレベルかと思うんだけど、まあいわゆるですよね、過労死の限界っていうのが100時間だとすれば、まあ、未満にするっていうのは論理的にはその過労死の限界という意味では未満にするっていうのは、まあ、素直な落としどころだったんではないかなとこう思いますけど、そこがポイントではなくて、やっぱり基本は45時間でしっかりと効率よく働くっていう、ただしやむを得ない場合は100時間100未満で、まあなんとか1ヶ月だけは可能であって、それを超えたら罰則をつけるっていう、そういう問題だとしてやっぱり捉えるべきだと思いますし、2から6日間6ヶ月に関して80時間とかね、まあ、こういうのは全てその非常に特殊な要因の時、特殊な状況あるいは特殊な業種で、そのいわゆる建築なり流通系で、どういう時間軸で最終的にそこに落としていくのかっていうのは、オリンピックとかいろんな事情の変化がありますんで、そこはぜひ慎重にやるべきだと思うんだけど、やっぱり基本骨格っていうのは45時間っていうのを、経営者はむしろそこをベースに考えるべきことだと思ってますが、それに対して経営者としてその、まあ、自営などの、まあ、企業活動を、まあ、突破するとかですね、そういった懸念とかは全くありません。いやだからそれは新聞記者に聞きたいんだけど、まあ僕なんかに最近取材に来るのは土日は来るわ、絶対来るなと、土日は来るわ、夜の夜中も朝も来ると、こういうのどうすればいいんだろう。むしろ聞きたいですね。適用除外といつまでも適用とか除外ってわけにもいかないだろうし、だけどむしろそこを、まあ、例えばこれ一つの例ですよ、記者に関しては。だからみんながコンペティブな状況、非常に競争社会の中で一つでも情報を早く取りたいから、ルールがないから抜け駆けするか努力しちゃってるわけですよ。だけどピタッとこう決めてやれば、むしろ記者さんの人生も明るくなるっていうかね、まあ好きでやってるからいいんだろうけども、無理やりやらせるっていうのは健康に良くないんでね。まあそういう非常に、だから個々の業種なり個々の状況によってもかなり違うんで、これなかなかね、ただそう簡単にいかないと思うんだけど、だからこそ一つの目安をつけたっていうのはいいことじゃないかと思いますよ。
すみません、テレビ東京の山本です。東芝が決算発表できないという異常な事態が続いているんですけれども、これに関してはどんなふうに考えますでしょうか。まあ、この東芝そのものというより、社長に聞いていただきたいですが、それは4時にやるはずなんで、まあ、一般論として、まあ、今後ますますその会社っていうのはおそらく本当に世界で勝ち抜くためにはグループ会社のへのガバナンスって言いますよね。国内企業の子会社だけではなくて、特にグローバル、それはトランプさんは極めて国内第一主義っていうの、あるいはヨーロッパもそういうところもあるかもしれないけれど、やっぱり企業ってのは完全にグローバル化の方向で行ってますんで、やっぱり海外企業のガバナンスっていう、これ結構その長い間の課題ですよね。これはもう一度しっかりとどこの企業も見直すべきですし、僕の経験でも子会社の社長会長をやったことがあるんですが、どちらかというとグローバルの販売会社だったんだけど、これはヨーロッパあるいは南米いろいろなところでやっぱり訴訟なり事件が起きますんでね、この辺はやっぱり今後の日本の企業にとって非常に重要なポイントですから、2つのやっぱり次になる企業の経営っていうのは、そういうグローバルな関連会社のガバナンスと、やっぱり労働の流動性っていうのをどういう形でそれぞれの企業が対応していくか、この2つが非常に今後の勝負に重要な時期が来てるのかなっていうのを感じますね。ここでお伺いすることじゃないので承知なんですけども、いわゆるその社外取締役の責任ということに関してはどのようにお伺いしますか。これは今政府のね、構造改革徹底推進会合でもだいぶ議論してますし、内閣府でもやってますし、経産省のCGS 研究会っていうコーポレートガバナンスシステム研究会っていうのもありまして、かなりもうレポートがちょうど出たばっかりなんですが、そのやはり社外取締っていうのを3年ぐらい前までは1人入れるのに大騒ぎ、2人以上っていうのはもう絶対反対と、経済同友会はだいぶ長い間から2人以上を社外取締を入れるべしという提言を出してきてるんですが、まあ、ここに来まして、その1人ってのはもう 95% 以上ぐらいになってるんですね。2人でも 50% 以上ぐらいになるぐらい、急激に日本の企業もこう社外取締役に対してのアレルギーっていうか、むしろ積極的に社外を入れることによって、極めてフェアでオープンでコンプライアントな、そういうボードっていうか取締役会にしようっていう気分になってますし、やっぱり違った目で見る、それも単にアカデミアなりあるいは弁護士さん会計士さんではなくて、できればやっぱり、まあ、地獄を見た経営者って言いますかね、そういう非常に苦労した経験のある経営者を社外取締として迎えるっていうか、これは極めて重要なことだと思いますし、むしろそれが、まあ、相談役あるいは顧問として残られて非常にいいサジェッションをする方もおられるんだろうけど、まあ人によるとなかなかいつまでもその権力を離さないみたいな、これはやっぱりね説明責任があると思うんですね。ですからそういうのも含めてやはり企業のそのガバナンス改革っていうのはだいぶここへ来て、コーポレートガバナンスコードだとかスチュアードシップコードっていうのができることによって、びっくりするほど 3,4 年こう変化をしている。でこれも先ほど の神崎さんの質問じゃないですけど、どちらかというと官政治、官邸主導でこうコーポレートガバナンスコードとかね、スチュアードシップコードが作られた部分が、まあ、我々経営者も主体的にコミットしていろいろ議論してきたわけですが、そういう意味でなんでこんなに今で時間がかかってしまったのかなっていう感はありますね。社外取締役っていうのは、まあ、ゆくゆくはその3つの類型会社、いわゆる 株式会社ですと監査役設置会社と監査委員会等設置会社と
指名委員会と設置会社って3つ体系があるわけで、一番まあオープンで社外取締役を半数以上とかいう方向にこう行きつつあるのが一番最後のその指名委員会と設置会社。これですとかなりオープン、欧米に近いオープンな形になってるんじゃないかと思うんで、まあ、あの徐々にそちらの方向にこう変革していくというのは日本の、資本主義の中の会社という位置づけになっているんではないかなと思ってます。今回ごめんなさい、東芝に関してはなかなかそれがうまい具合に機能してないように外から見ると見えるんですけれども、これは何どこに難しさがあるのかと言われてしまいます。まあ、一般論しか答えられないけど機能してるっていうあたりはちょっと何とも言い難いですな。この関係で内閣としてもどれくらいなり今までも一流な企業というところに海外の財政から来られて社長になられたところね、まあ、別に名前して申し訳ないですけど、リクスなんですね、あの中国の会社、手前社と合併して非常にその質問してまして、でそういうケースって、まあ、東芝だけじゃなくて日本の企業でここに2、3という対価になりますけど、そういうつまりその幻想会議者じゃない、その辺のその見極めってやっぱり経営者は、まあ、その子会社さらに財政の、まあ合併買収した子会社、さらにその関連会社のところまで変な人払いっていうのがあるんじゃないかと思うんですが、財団にこの辺については、まあ、合併を推薦することとかいうかね、まあ、いいところを取れればいいんだけど、そうでないケースが多分ある、うん、この見極めってのはやっぱり日本の経営者そこまで、まあ、能力っていうよりね、やっぱりシステムっていうか仕掛けの問題であって、グローバルにも法務の担当者もいます、弁護士もいる、会計士もいるんだけど、その会計事務所を含めた、これまた会計事務所によって見解も違いますしね、やっぱりこの辺をどう見るかっていうのはかなりプロフェッショナルな世界じゃないですか。そのあるものをディプリシエットするか、減損するかとか、その判断というのは経営者そのもの、あるいは役員会でやると同時に、ほとんどそれはやっぱり専門の会計事務所、あるいは監査人の見解、あるいは監査委員会でむしろやるべきことに今なってますんでね。だからそういうシステムも、まさにコーポレートガバナンスシステムを国内だけではなくてグローバルな経営のこう仕掛けとして、各企業が自分のものとして使い切れるまでまだ時間がかかっているっていうのが一つかと思いますね。非常にそこがポイントだと思いますよ。だから特に積極的にガンガン出る場合は、それでましてや 会計監査人が、まあ当然グローバルな会計監査人がいるわけで、その4つの大体4大会計監査人に頼むんだけど、その辺の見解が違ったりですね、じゃあ今の段階ではまだよかろうというところもあれば、いやもうそろそろディプリシエーションしなきゃいけないっていうところもあるでしょうし、極めてそこはね、あんまりこう明確な定量的にできてない部分も結構ありますよね。これ、まあ、コンプライアンスほどではないけど数値的な部分で解決はできるんだけども、そういうのも含めながら、まあ、非常に経営の複雑化に伴って最も注意すべき、その企業運営のリスクアセスメントっていうか、リスクそのものをもう少しやっぱり経営者は思いをいたすべきだとこう思ってますけど。例えば大体、まあ、これ確率論なんだけど、日本でもそうなんですけど、孫会社ぐらいの方が不祥事が比較的多いんですよね。海外でもそんなに大きくないところで、そのガバナンスにコストをかけちゃったらペイしないようなところっていうのは結構あるじゃないですか。だからそういうのをもう少しその
エアリアごとっていうか、まあ、アメリカなりヨーロッパなりアジアなりっていうそのエアリアごとに欲虫をさせるそういうコーポレートファンクションっていうかね、そのホーム生じそういったものをこうやるそういうコーポレートの機能を強めるとか、それと、まあ、監査役あるいは監査委員会、ボードにおける監査委員会そういう仕掛けを、もう少しこの網の目でしっかりこうにあの抜けがないようにするっていうそういう形をまずやっぱり作ることも重要じゃないかと思います。あのまあはっきり言って本社の東京に座ってるその従業員が何十万人もいてね、売り上げが何兆円の会社の社長がねそれ全部できるとは思いませんよ。やっぱり仕掛け作りをしっかりやらないと。そもそもボードでディシジョンするってことは上がってきた会計士のチェックも受けて上がってきた情報をもとに次の戦略のディシジョンをやってるわけなんで、もともとその上げるべき情報の仕掛け作りがいい加減であればなかなかそれは抜けが出てきてしまうっていうことをやはり今日本の経営者はもっと思いを致すべきだなと思いますけど。タバコを吸いながらちょっと全然存じ上げてないんですが、受動喫煙の話なんですが、まあ、あの厚労省が今世界でも最低レベルだということで、あの東京オリンピックに向けてですね、まあ、受動喫煙、まあ、かなり厳しいと言いますか受動喫煙を進めていこうという中で、自民党は受動喫煙はまかりならん、あのそういうのはまかりならんというところでなかなか対立をしているんですけども、受動喫煙についてはまあ、あの僕より38歳かな、まだ相当ヘビースモーカーで、それから辞めてもう30年以上経ってますけど、まあ、そもそも世界の情勢からしたら、人前でタバコ吸うってのは良くないですよね。あのもう常識からして、それでましてや道端に捨てるなんてのはあってはならないことだろうし、もうはっきり言って20年か30年前もうアメリカはビルから例えば10メートル離れたところでは以外は吸ってはいけないと。飛行機も一番遅かったのがエアフランスかなんかが禁煙にしたのがもうこれも十何年前じゃないでしょうか。ですからやっぱり受動喫煙っていうのは大きなやはり、吸わない人への健康の配慮っていう意味で考えると、こう一番今特にオリンピックのようなあのイベントがあるときにはね、早くそういったものを法律で縛るっていうか、もっとリジットな規制をすべきだと思います、端的に言えば。だから、まあ、あの人間の体に入るものってね、固体と液体と気体じゃないですか。で、まあ、食っていうのは固体と液体だよね。だけどそれは薬であったり、薬は固体でも煙っていうのも薬なんだよね、言ってみりゃ。それを自分がいいからってその煙という薬からどっかしませんよ、他人にも強いてるわけだから、そういう罪悪感をしっかり持つべきだ。大陸幹事がヘビースモーカーだった頃は、経済界というのは財界総理という意味を持つ方がいまして、まあ、これもまあメディアの人がドラマタイズかもしれませんけど、そういう時代と比べますと、やっぱり今の時代、昨日のようないきさつを見てみますと、この政界と財界のこう力関係というのが、覚醒の感があるのかなと、ちょっと口甘ったい感じかもしれませんけど、その辺のご認識いかがでしょうか。いや、もうおっしゃる通りかもしれませんね。事実がそういう姿を呈しているってことはそうかもしれないけれども、まああの政治っていうのと経済っていうのは、そのかつての土耕さんの時代とはやっぱり状況そのものが相当変わってきてるっていうのも一つだと思うんですよね。で、経済そのものが
非常に乗ったりゆっくりこう成長してた時代と目まぐるしくグローバル化してそれぞれの社長なりで、ね、経済界のトップとは言っても、まあ、あるファンクションの一部をこう占めていってそれも超スピードで動く時代っていうのはおのずとそのいわゆるマネージメントのトップっていうものに要求される資質も違ってくると思うんですよ。ただ政治っていうのは今回トランプさんが出たようにあるいは安倍さんの一強の状況のようにあるいはプーチンさんとかエルドアンさんとかネタニヤフとか習近平とか比較的こう強いリーダーが政治は出てますよね。でもこれグローバルに見てじゃあ経済界っていうんで、どなたかっていうのはパッと浮かびますかね。だから要するにそういう意味ではまあ、時代状況によって、まあ、マネージャーというかトップマネジメントに要求される資質が違っているというふうに見るしかないと思いますよ。まあ、なんと難しい質問だけど